サロンには実にいろんな方が、いらしてられる職業の方ですね、例えば主婦の方でしたりとか、結婚して妊婦さんの方でしたりとか、妊婦でも大丈夫なんですか？はい、細胞を活性化させて、こう元気な子供を作って、子供を育てるために元気な心でないとお母さんもやっぱり育児ノイローゼになりやすいので、できるだけその人、そのお母さんがより良いこう余裕を持った気持ちと体を持って子供を育てられるかっていうところにも、ちょっと焦点を向けて教えたりしていますね。実際に本当にね、なんか私も体調が良くなったりとか、最初ちょっと体にびっくりした変化が、そうですね、いろいろ起こることとかもあったりするんですよね。で、そう一旦悪くなったようなね、症状も出たりしてびっくりするぐらい作り変わるんですけど、それも人それぞれ、はい、そうですね、個人個人のなので、まあこれっていうのがなかなか難しいテクニックなので、こうやって電子書籍マガジンでね、一回一回こういろんなことを紹介していこうという流れになったんですけどね、はい、なんか次回からは具体的にレッスンを始めます、はい、で電子書籍の特徴を生かして動画とで、あと一緒にテキストでも下の方で読んでもらって、どういったレッスンをすればいいかっていうのをね、学んでいけるような回を重ねたいと思います、はい、今日はアーテクニックの紹介ということでお話を伺いました、はい、ありがとうございました。